ブルーロックファンの熱い議論、改めてドイツ対フランス戦についてガチ考察する読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。リンちゃんにはブルーロック最強であってほしい気持ちと、2度目の正直デイサギに勝ってほしい2つの気持ちがある。あと国神のゴールで終わってほしい気持ちと、イサギのゴールで決めてほしい気持ちと、リンちゃんのゴールで圧倒してほしい気持ちがある。見たいゴールは大体1で上がってるキャラだけど、毎度セイラがどう関わってくるのかわかんないんだな。わかる。わかりみしかない、みたい展開が多すぎるから、外伝や F 展開みたいなノリで何本か書いてくれませんかね。ドイツブスフランスってイサギ国神カイザーが1点ずつの予想見るけど、そんな単純な展開なのかとも思ってしまう。イサギハットトリックすらありえると思う。リンバローに続いてイサギのハットトリックめちゃくちゃ見たい。でもカイザーがおられてからの再起ゴールも見たい。ヒーローに戻った国神がゴールするのも見たい。国神が闇落ち状態と完全復活状態で 2G の可能性とかあるんかな。闇落ち状態でシュートして塞がれる展開はありそうだと思う。イングランド雪宮やイタリア日よりもメンタルでバフ払拭する前のシュートはダメだったし。イサギ国神カイザーで1点ずつだとしても、カイザーがイサギの策略でゴールさせられるみたいな展開とか、なんかちょっと外した展開にしそう。お互い負けたら終わりじゃないからこそ、いろんな結末があり得る状況で試合なのが美味しいんだ。国神は指導を抑える役割ができたし、この二人の対決を重視するなら国神はゴールしない可能性もあると思う。ラストゴールはカイザーに決めてほしい。最後の最後に11ケツの格の違いを見せつけてくれ。カイザーの格が落ちると同じく11ケツのサエの格も下がって、サエを超えたイリンの格も下がるんだよな。カイザー頑張ってほしい。ポジション違うし言うて格落ち感はないけどな。二度目の正直で勝ってほしいわな。試合には勝ったけど年俸では負けるくらいが落とし所か。新世代世界11ケツフォワードも推定に3人残ってるはずなので、新キャラミヒャエル・カイザーは我々の中でも最弱新キャラ、新世代11ケツフォワードの面汚しをしてくる可能性もなくはない。イサギ・ブスリンは試合に勝って年俸では追いつかずで終わりそう。チームでは勝てた後は個人でってなら今後やれそうだし、イサギ・ブス・カイザーがどうなるか読めんな。カイザーが自力でゴール決めてワールドカップで決着つけようなのか、イサギが普通にゴールか、カイザーがゴールしたけどイサギの思惑通りに動かされてワールドカップで殺すってなってリベンジみたいな感じとか思いつくが、ネオエボからはわかりやすくキャラの焦点の当て方がターン制なんだけど、カイザーにはちょいちょい11ケツの角を差し込んでほしい。複雑な気持ち。メタ的にイサギがリン、カイザーを上回れるのって瞬間的かつ限定的な条件だと思うから、試合終盤までイサギの活躍盛るために、何の間の言ってシャルルはイサギが攻略するんじゃないかと思ったりしてる。イタリア戦国神ゴールなしだったことを考えると、少なくともフランス戦は国神ゴールしそうだと思ってはいる。カイザーゴールなしは11ケツしょぼすぎみたいに張るんで、まあないかなと思ってるし、カイザー国神の回想待ち、2人はゴールするだろ。イサギが1点も決めないのはないだろ。でドイツ勝ち予想、仮にフランスが勝つならイサギ0点だと思う。ロキが出るのか出ないのか不明ではあるけど、ロキが仮に出るとイサギ国神カイザーリンロキのうち1人は確定で、最終戦ゴール描写なしで終わるのが信じられないんだよな。ロキのプレイスタイル次第では普通にイサギ国神カイザーリンゴールかもだけど、セイラもフランス戦活躍させる予定絶対あるような表紙になってるし、グッズにもなってるし、ドイツ対フランスって年俸最上位の戦いが熱くもあるけど、現在23位近くをうろついてるキャラたちの戦いでもあるから熱い。七瀬の代表から落ちそうからの落ちなさそうからの落ちそう感。七瀬は U20 からは落ちそうだけど U18 とかに招集されそうな気がしてる。少なくとも今までコンスタントに試合に出てた七瀬の方が出場なしだったセイラよりは生き残りの目はありそうだけど、セイラ妙に公式に押されてるからなんかあるんだろうなってなる。ここで戦外になったメンバーも一応予備登録選手扱いになると思う。死道を超える爆発を起こすだと考えてるし、ガガマルのシャチ並みのものをいきなりポジションコンバートした上でそう簡単に起こせると思えないから、国神のゴールはあると思う。思いたいだけかもしれない。年俸的に国神ノーゴールでも生き残りほぼ確定してるから、地味にノーゴールありそうなの困る。セイラを公式が推してるのは何なんだろうな。あまりにも前振りがなさすぎる。それ自体が活躍する前振りだろ。表紙にもなった以上何かやるのは確定だし、イサギもいい加減リンやバローみたいな複数得点力を見せてほしい。でもカイザーに11ケツの格を保ってほしい。国神にも指導に勝ってゴールを決めてほしい。3点じゃ足りないよ。ここまでイサギ国神カイザーの3ゴールが押されてるなら、意外性のあるキャラにゴール決めてほしい。池雪宮セイラはエピ投げでがっつり出番ありそうだからな。スピンオフのために本編で無理やり出番作るのもどうかと思うけど、
こういうやつがいるからセイラにはぜひゴール決めてほしいですね。どっちかというと本編のためにスピンオフで描写あるって順番ではとイブカシンだ。これだと思う。本編で説明できないからエピナギで前説って感じになりそうだよね。リンガブルロのトップでいてほしい気持ちめちゃくちゃわかるわ。ただイサギが3回負けるのもやばいのはそう。元人とチームだし、作者的には活躍させる構想はあったけど出し損ねてたって感じじゃない？ここまでの全てのフラストレーションが解放される試合であってほしい。悲しき過去はもう十分なんだし、どうやシャルルはそういうのなさそうだから見てて楽しい。カイザーが11決最弱の可能性はあるけど、それなら引っ張りすぎなんだよ。敵チームとして出して1発食らわすぐらいでよかった。潔のハットトリックは正直見たいというか、1点止まりなら最終的な総得点だとリンやバローは愚かい。イオンのメンツより少なくなりそうなのはまずくないか。潔イタリア戦で2点取ってるやん。この試合でってことだろ。4試合3得点は確かに他キャラと比べて見劣りする。3試合終了時点で潔と並んで総得点2点の国神がいるんですが、言い方悪いけど国神と競ってる場合じゃないだろう。潔のネオエゴの戦績って 1A2A2G1A で順当に上がってるから、ワンチャンジハットトリックありえるんだよな。フランス相手に今まで試合出てなかったキャラが無双はちょっとモヤモヤする。ただ潔の味方ではないだろうからカイザー側につくのかな。セイラ潔の味方にならない理由は理解できるけど、カイザー側につく理由なくない？アシスト数の方が多いから結局この試合でなんとかしないとミッドフィルダーとしての評価のままだよな。セイラ今のところ守備面では無風。潔ハットトリックはさすがにないだろ。潔に限った話じゃないけど、本編の試合でハットトリックやられても面白くない。いろんなキャラのゴール見れる方が面白い。シャルルがいるから微妙だけど、フランス戦前は試合後に潔が本人不本意のアシスト数トップとかあるかなと思ってた。清知らなエピナギ読んでねみたいになるのは不親切すぎると思う。潔はフォワード志望だからゴール数気にしてるけど、24A は普通に大会 MVP 級の大活躍してるんだよ。改めて格闘通算 7G のバローバケモンやな。ワントップでチーム内競合ほぼいないんだから、国神はブス指導で決めるんじゃない？望まないアシスト多すぎて笑う。ネオエゴ編イサギのアシストがゴール数より多くなっても味方が一人くらいしかいないのが前提にありすぎて、イサギがゴール数少なかったのを課題にしてもまずまともな環境になってから考えた方がいいんじゃね。ってなる。もちろんイサギの味方少ないのはイサギ自身じゃどうしようもないのはわかるんだが、U20 戦ラストみたいな全部が綺麗に収束したシュートが見たいな。イサギは試合中分析するから後半活躍しだすの自分は納得できるんだよね。いろんなキャラのゴールが見たいとも思わないな。そこはストライカーの漫画なら優先順位つけてくれ。潔がアシストしまくるなら日和セイラの生き残りが厳しくなるんじゃ。カイザーのハットトリックでドイツ勝つとし、これで決まりですね。カイザーお前はそろそろ頑張れ。断鉄にあっさり取られてんなよ。ネオエゴ終わった時点で年俸1位だとなんか良いことってあったっけ？特にない。ただまあ都市防高い順に優先的にポジション得られそうではあるよね。1位の選手に報酬とかはなかったはず。一部選手のモチベーションくらい？正直ランキングは代表枠の方が大事っぽい。いろんなキャラのゴールをとは思わないけど、今の潔に2点全部決める能力があるかと言われると、トップ勢に比べてフィジカルは知らねえとは思う。そもそもフィニッシャー固定のイタリアやリンと指導で分けて起用してたフランス、ゴール争いが一番熾烈なドイツとか全チーム前提違うのにそこを無視して、潔総得点3点は他より劣るとか言われても感がすごい。チーム内でカイザーと競合して2点取ってる時点でやべえよ。でもバローは初戦出てなかったり、リン指導は時間制限あったりするから潔は他よりチャンスあったよねって思う。出れても連携できる味方少ないし邪魔してくるやつがいるんです。それをなんとかできない潔が悪いと言われればそうだけど、でもイタリアもフランスもパスしてくれないどころか奪ってきたりゴール妨害してくる味方いないじゃん。潔日和雪宮黒名の連携見せてくれ。4人で最高表現やったっていいはずだ。皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。